行動は言葉よりも力強い。昔々、小さな村に住む若者、ピオ。彼は常に夢に向かって進み、人々に励ましと希望を与えることを夢見ていました。ある日、村は困難な時期に直面しました。住民たちは失望と不安に包まれていました。ピオは言葉だけでなく、行動で人々の心を打つことを決意しました。最初に彼は村の中心に小さな図書館を建て、 知識の場を提供しました。その後、地元の子供たちに無料で教育を受ける機会を提供し、彼らの未来に希望を得ました。ティオは自分の手で村の美化活動にも参加し、人々を結びつけるイベントを企画しました。彼の行動は、ただ言葉でなく、実際の取り組みで、村の雰囲気を変えていきました。数年後、村は栄え、住民たちは前向きな気持ちで暮らしていました。 ティオの行動が言葉以上に力強く、記号と変化をもたらしたのでした。この物語は、行動は言葉よりも力強いという言葉を通して、ティオが自らの信念に基づいて行動することで、村に記号と変化をもたらした姿を描いています。